皆様こんばんは。この度は泉和夫情報流通基金情報流通促進基金主催の第4回泉和夫情報流通促進基金表彰式にお越しいただき誠にありがとうございます。私は NPJ 事務局長で弁護士の加藤幸と申します。本日の司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日表彰式を執り行います泉和夫情報流通促進基金賞は、表現の自由、情報公開、国民主権の促進に生涯を捧げ、2012年6月12日に若くも亡くなった弁護士泉和夫さんの意思を引き継ごうと創設した賞です。公正な情報の流通の促進をし、真の国民主権の実現に貢献している個人や団体を検証し支援を行うことを目的とし、今年で4回目を迎えます。まずはじめに基金理事の海渡雄一よりご挨拶差し上げます。皆さんこんばんは。こんばんは。海渡でございます。本当泉さんが亡くなってですね、この6月12日で、丸4年が経つということで、本当に、その4年間どん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 日本の状況が悪くなってきたなというようなことを、思い返しておりました。この情報流通促進基金というのは、まさに表現の自由と知る権利ですね、これをなんとかその拡大させていくために頑張った、ジャーナリストや表現者の人たちを、市民活動家なども含めてですけれども、表彰したいと思って始めた。この間も、そういう活動は続いていて、今日も素晴らしい、受賞者の方々がこれからまた思いを言ってくださいますけれども、やっぱり社会全体を見たときに、非常にジャーナリズムが元気がなくなっているなと、明らかに政権によるその圧力の前に、屈しつつあるように見える。そして、本当に重要な情報が市民に伝わらなくなってきているのではないか、そういう危惧感を拭えません。そういう期間の中でやっぱりこの賞をずっと続けていかなければいけないなと、そういう中で一生懸命頑張っている、ジャーナリストの皆さん、表現者の皆さんを一生懸命我々も応援し続けなければいけないなと。泉さんが生きていれば必ずそういうことを一生懸命やったでしょうし、そういう思いでその賞を続けていきたいと思っております。今回の大賞はですね、袴田さん出国後の状況を本当に克明に追ったドキュメント、夢の間の世の中でよろしいんですかね、間とじゃないんです、夢の間なんですね。私も遅ればせながらこの賞を受賞してですね、この 理事長として挨拶するのに見ないわけにいかないと思って一生懸命見に行きました。で、本当に素晴らしい映画だなと思ってですね、感動して、私が理事長をやってる韓国人権センターっていうちっちゃな NGO のニュース用に原稿を書いて今日の資料の中に入っていますので、この映画本当最後に受賞の時にですね10分ぐらいお見せしようと思ってますけれども、それだけでは計り知れない死刑確定者、死刑制度そのもの、そして死刑確定者が置かれている死刑囚官房というものは映すことはできないわけですけれども、そこがどういうものだったのかということがこの映像から伝わってくる部分があると思うんですね。冤罪であるということもその彼の病状から十分伝わってくる、そのなんて言うんでしょうかね、小裸にいろんなことを説明しなくてもああいう映像で これだけ重要なメッセージが伝えられるんだなということに、僕は非常に感動いたしました。ちょっと今までの大賞と毛色が違っているんですけれども、落合さんからのですね厳正な審査の上でこれが大賞だということで、本当に僕もそうだなというふうに思って、ぜひとも今日ほんの一部しかお見せできませんけれども、たくさんの皆さんにこの映画をご覧になっていただきたいなと。それ以外の受賞される方はその原発の関係であったり秘密保護法の関係であったりですね、私にとっては友人の皆さん、ジャーナリストの皆さんが多いんですけれども、本当にこの状況の中で大切な行動をしてくださってきた方々が今日も
ぜひ最後まで、きちっと聞いていただきたいなと。そして日本の表現の自由の今後、知る権利の今後ということをですね、考える寄せ場にしていただければと思います。最後にですね、つい先だってエドワード・スノーデンさんという方がですね、日本のシンポジウムに登場した、現実に来たわけではないんですけれども、インターネット中継でつながってですね、実際に日本の聴衆との間でやり取りがあって、僕も、面白そうだと思って見に行ったんですけれども、彼がですね、まさしく今の日本が非常に、その表現の自由の危機的な状況に陥っていると、そしてそれに対して、みんな戦わなければいけないのに戦えてないんじゃないかということを、指摘されていました。僕それ聞いてですね、あ、素晴らしいなと、ロシアの地でですね、亡命生活を送っていたのか、こんなに正確に言う状況を、知っておられる方なんだなというふうに思いました。そういう意味で、いろんなところから励ましの声はあるわけで、ひずみさんも天国からこんな状況に負けちゃダメだぞと、もっと頑張れというふうに言ってると思います。簡単ですけれども、基金を代表してのご挨拶はこれくらいにさせていただいて、会議を進めさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。続きまして、選考委員で作家の落合恵子さんに現在のメディア状況について一言お話をいただきたいと思います。こんばんは、落合恵子です。受賞者の皆さん、本当におめでとうございます。みんなが自粛をし、みんなが口をつぐみ、みんなが耳を塞いでしまう社会において、皆さんがどれほどの思いで作品を、あるいはその他もろもろ記事を書かれているか、心から尊敬いたします。そしてどうか私たちも一生懸命弾を投げてまいりますので、自作、次の作品をお作りください、次の記事をお書きくださいとお願いします。私たちの多くはメディアから発信される表現物の受け手であります。またここにおられる方は作り手でおられる方、発信者でおられるかと思いますが、本当に先ほど海田さんがおっしゃったように、やばい時代に来てると思います。あるいはやばい時代に来たよという噂だけで自主規制をしてしまう、そんなメディアを残念ながら私たちは持ってしまったようです。ご存知のように、今年の3月の末、私たちどのテレビ見ればいいの、どのニュースを信じればいいのか、そんな焦りが大変私の中にもあります。それでも今回受賞された方々が書かれているもの、描かれているものに、どれほど、ごめんなさい、私はまだ袴田さん見てないんですが、これから見ますね、心を励まされているか、それはお伝えしたいと思います。1950年代アメリカ合衆国で、ご存知のようにマッカーシズム、赤狩りということが行われました。ジョセフ、マッカーシーでしたっけ、上院議員ですね。彼が結果的には自分の気に入らないものは全て排除する、その時に共産主義者であるとか危険人物であるというレッテルを貼り続けた。その時代の米国においては、多くのメディアの人々、多くのジャーナリストは困ったものだと皆さん多分個人的にはおっしゃってたでしょう。でもそれを表立って、例えば自分の作品で、自分の記事で書いたり語る人はいなかった。でも一人だけいました。戦前はラジオから始まったジャーナリスト、戦後はテレビの世界 CBS に移ったところのエドワード・エル・マーローかな、アール・マーローかな、ちょっと忘れちゃったんですが、マーローさんという、ジャーナリストが、反対の声を、自分の作品である、ノンフィクションって言っていいのかな、あるいはニュースショーと呼んでいいのかどうか分かりませんが、See it now、今見つめなさいよという番組の中で、おかしいじゃないかマッカーシズムはということを声を上げになった。さまざまな形での向かい風があった。ただ当時の CBS の社長さんは、そのマロを守ろうと
一生懸命されたんですが、そのうちそのマッカーシーという上院議員から自分にも反論させろって言ってきた。どうぞ私の番組30分差し上げますからお好きなようにお使いくださいとマローは差し出した。そしてその30分の番組の中でジョセフ・マッカーシーに思いっきり話をさせているうちに彼の破綻が見えてきた。多分アルコール依存症というのもあったのかもしれない。その他諸々の彼の変更ぶりが30分上げたことで視聴者に伝わっていった。マローはいろいろな意味で危機的な状況を生きながらおかしいじゃないかずっと言い続けた。その結果として全米を多分覆っていたであろう。強い者は言ったことはしょうがないよ、長い者には巻かれた方がいいよ。おかしいと思ってもちょっと頭下げてるうちに嵐は過ぎ去っていくよという感覚が一掃されて、うちも書くよワシントンポスト、うちも書きますよニューズウィーク、その他諸々が書き出して結果的にはマッカーシズムというのは収まるというか社会的に拒否をされました。このマッカーシズムが吹き荒れた時代とどこか21世紀の私たちが生きている今が重なりませんか。私はとてもそれが不安で仕方がありません。都知事の問題も大事ですよ。大事だけど都知事の問題だけずっと流していて参院選を消しているようなニュースショーはしかと私は納得いかない。ちゃんともちろん都知事については調べてください、もっともっとやってください。でもその陰に隠れてしまってみんなの心に溜まってきたこのままでいいのですか政権与党はという問いかけがどっかで消えていくとしたら私はとても納得がいきません。もしこのマローの話を、もう一回どっかで見てみたいな聞いてみたいなって、私は映像の力って素晴らしいって心から思うんですが、ご覧になった方いらっしゃいますか。グッドナイトグッドラックっていう映画がありました。ご覧になった方街道さんしか手を挙げてない。あ、もう一言言います。多分スタイヤで借りられると思うので見てください。全米で最もセクシーな男性と言われているところのジョージ・クルーニーが監督脚本自分も出てます。私ジョージ・クルーニーみたいなイケメンって苦手な方なんですが、とてもいい作品です。全部モノクロームで流してるのね。つまり1950年代を再現するために、そしてラジオ番組テレビ番組がどう使われどんなプレッシャーを受けるかっていうのをとてもよく描いています。どうかこのグッドナイトグッドラックって見てください。でこのグッドナイトグッドラックって何かというと、最後に実在だったマローさんっていう方が自分の番組の水友、スイートナウの最後に視聴者に向かってグッドナイトグッドラックっていうふうにおっしゃった。それをそのまま使っているんですが、私たちは今あんまり悲観する必要はないですが、ある意味では崖っぷちに立っているような気がしています。今年の7月でいろんなことが決まっていってしまう。もちろんその後も諦めませんが、とすると今どこを広めていくかどこを深めていくかということを問われている時代だと思います。そしてもう一つだけ言わせてください。それでも頑張っているジャーナリストがいます。私の友人たちも大勢そうです。表現者もいます。その人たちにイエスという私たちも手を挙げて表現していきましょう。誰だって心細いですよ。誰だってここまでやっていいのかなっていう疑問を抱いてるかもしれない。その人たちに、私たちはあなたの記事を読んでます、あなたの作品を見ています、あなたの情報をちゃんとキャッチしてますよ、イエスっていうことを言わない限り、私たちどっちかというと、私は特にそうなんですが、ノーという方が得意なんですよ。この政権のっていうのはとても得意なんですが、イエスも言っていかなければいけないということを大切にしていくことができたらなと思っています。まだまだお話ししたいことたくさんありますが、本当に受賞者の方心よりおめでとうございます。どうか次も次も次も素晴らしい作品あるいは記事その他諸々で私たちの気持ちを元気づけて励ましてください。
けれども、お願いしますとは言いません。一緒に戦わせてくださいっていう気持ちを大切にしたいと思ってます。以上です。ありがとうございました。落合さん、ありがとうございました。続きまして、インターネットメディアビデオニュースを主催されている神保哲夫さんに基調講演をお願いしたいと思います。演題は、メディアは表現の自由の危機を跳ね返せるか、国連特別報告者の暫定所見を踏まえてです。国連表現の自由特別報告者のデビッド・ケイ氏の所見にも触れながら、日本社会における表現の自由と知る権利についてお話しいただき、今後の日本社会の情報流通の在り方を一緒に考えたいと思います。では神保さん、よろしくお願いします。どうもご紹介ありがとうございます。記者をやってます神保と言います。本当私は一回の記者でございまして、取材した内容などともかくあんまり皆さんにこんな高いところからですねお話しするような身分ではないんですが、この問題だけはですねちょっとやはりどうしてもお話しする機会があれば、お話しさせていただくようにしています。というのは、このメディアの問題というのがですね、これは泉さん今日の、ショーのですね追悼の対象となっている泉さんとも随分いろいろと一緒にやってきたものなんですけども、メディアの問題の一番重要なところは、メディアが機能していないことを社会は知ることができないということなんですね。メディアさえ機能していれば、何か他に問題が起きた時にその問題を知ることができると。でもメディアが機能していないと、メディアが機能していないんでそれ知ることができないのは当たり前なんだけど、つまりもうすでに始まっていても始まっていくことがわからない。メディアが、もうどんどん今、それはいろんな理由がね、先ほどちょっとお話しますけども、その政治の介入も一つですけども、メディア自身の自分たちの問題も、あって、メディアの機能、特に権力のチェック機能というのがどんどん低下しています。ただ低下していても、ほら低下してるよっていうことをどっかのメディアが言ってくれてるんだったら、メディアは機能してるんですね。まだ低下してることがわからない、だからこれは、この間の国会で精神の自由と経済の自由どっちが優先するんですか、その優越的な地位の意味は安倍総理分かりますかつって、こんなこと聞いたって分かるわけねえじゃねえかという答えがあったんだけど、まさにそれですね。経済的な自由が侵害されていても、精神的な自由、つまり言論の自由さえ確保されていれば、その経済的な自由、これは契約の自由であるとか、そうした経済活動の自由が侵害されていたことを知ることができる。知れば対応することもできるかもしれない、投票行動に表すこともできるかもしれない、消費行動で表現することもできるかもしれない。でも知ることができなければ、もうお手上げなわけですよね。自分が知らないということも知らないわけです。当たり前のことなんだけど、よくよく考えても結構大変なことなんです。自分が知らない、自分が何を知らないか、人は自分が何を知らないかを知ることはできない。これ実は意外とメディアの話で、見落とされていることなんですね。なのでちょっと言って、メディアについて、基調講演ということだったので、泉さんなんかと一緒にですね随分議論してきたものをここで皆さんにいくつかどうしてもお話しておきたいことがあるので、じゃあ、もう限られた時間の中でお話します。で、安倍政権になってから、確かに、政治の言論に対する圧力というのは確かに強まっています。で、強まっていることは、まず非常に問題なんですが、ここで今日は僕はどちらかというと、政権がこんなひどいことやってる、問題だ、ね、やっつけろみたいな話ではなくて、もう少し深い話をしたいと思います。それは何かというと、どんな国でも政治権力というのはメディアをコントロールしたいんですね。それは、民主主義だったらもちろんそうです。メディアに批判されたり、自分たちのダメなところとかが書かれれば、当然投票行動にそれが反映されて、落選してしまったりしますよね。実はその絶対権力者だってメディアは怖い、それによってですね、メディアで自分たちのことを批判されて、世の中が、それを、自分に対して批判的な眼差しが向けば、それは選挙という、絶対権力者の場合選挙という形で普通取らないんでしょうけれども、暴動が起きたりクーデターが起きたり、何が起きるか分からないですよね。なのであらゆる権力者にとってとにかく怖いものは、言論なんですね。自分たちをチェックする言論が怖い。だから当然、いろいろなあの手この手を使って言論をコントロールしようと試みるのは
これはもう全く日本だけではない。でもちろん絶対権力者とか独裁者がいる国ではですね、メディアに対する圧力と介入というのは、それこそ弾圧であったり、その、まあ、政治犯にさせられたりですね、逮捕されたり、拷問されたり、まあ、暗殺されたりするというようなレベルの国もまだあります。で日本は、もちろんそういう形ではないですね。日本は、まあ、いきなりその、夜政府に批判した記者のうちに夜トントンってノックしてきてですね、連れて行かれてどこ行ったかわからないというようなことには、なっていない。でもちろん憲法で、憲法21条で言論の自由も保障はされている。ただですね、安倍政権のになってからその介入が強まったという時に、本当はもう少し気をつけてみなきゃいけないことがあります。それは日本のにおいて今政治がメディアに対して、圧力あるいは影響力を行使し、まあ、よく言われているメディアが萎縮するとか自主規制している理由はですね、他国の政権政治権力によるメディアの介入とはかなり趣が異なるんですね。趣が異なるなんて、ね、まあ、生優しいもんじゃなくて、実はかなり日本の方がやばい状況なんです。それはなぜかというと、メディア自身がすごく大きな問題を抱えているからなんですね。デイビッド・ケイさんの話をちょっとしろって言われたんで、その話をしますと、国連の言論の表現の自由 の、 報告者の方が来られて日本を調べたと。で僕もそのヒアリングも出ましたし、デイビッド・ケイさんとは随分いろいろ話をしました。ただですね、まあ、私自身はもともと外国の報道機関に長くいたもので、日本に特派員としていた経験も、平均通信の特派員としては経験もあるんですけども、今回ね、まあ、いろんな人が安倍政権になってからメディアに対する圧力が強まっていると、まあ、外人記者はですね、記事書くために、でその具体的な圧力ってどういうものか教えてくれっていうわけですよね。そうすると出てくるのが、例えばこの間の総選挙の時に、自民党の、幹事長、筆頭幹事長代理の萩生田さんがですね、萩生田光一さんが、報道各社にですね、公平な報道をお願いしたいという書簡を書いたと、いうことがありました。それから、最近ですけども高市総務大臣がですね、記者会見や国会で、まあ、放送法の4条や電波法の76条の、我々政府の解釈では、まあ、あまりにも偏っているような場合は電波を停止することができる、停波できる、言ったと。これはもう大変な圧力だ、大問題だってみんな言うんだけども、外国記者たちはですね、なんか手紙が来て言われただけでなんでそれが圧力なのって思っちゃうわけですよ。ほっときゃいいじゃないかと、なんでそんな手紙が来たとかね、逆に手紙が来たことを明らかにして、こんなバカなこと言ってるやつがいると報じればいいだけなんじゃないのと、なんでそれを圧力と感じて萎縮しなきゃいけないの。あるいは大臣がこんなこと言ってるけど、実際憲法21条で表現の自由が保障されている以上ですね、自分たちはこう解釈するなんて言ったところで、実際は行使なんかできっこないです、そんなものね。できっこないというと、なんか鷹を食ってるみたいな言い方に聞こえるかもしれないですけど、要するに言っただけなんですよ、まだ。でも言っただけなのに、それが日本では圧力だって言って、実際に萎縮効果を持ち、メディアがかなり自主規制を強めているという認識がある。それなぜだっていうふうに聞かれてもですね、なかなかきちんと答えられない。なんか日本人は空気を読んでですね、なんとなくそういうふうに言われるとそういうふうになっちゃうんだよみたいな、まあ、ちょっと意味不明の説明で、外国人がみんなクエスチョンマークみたいな解説をする人もいます。ただ実は理由そんな難しくないんですね。それは日本のメディアの特異性をすれば、あ、なんだその特異性を知ればですね、あ、なんだそういうことかっていうような、実は比較的簡単な理由なんです。 なぜかというとですね、日本はのメディアというのは、メディア産業というのは、政府との関係がかなり表現の自由が保障されている国の中で特殊です。非常に持ちつ持たれつの関係にある。言い方は持ちつ持たれつでもいいし、 あるいは、たくさんの特権を主要メディアがもらっている。で、特権をもらっているのは、まあ、メディアにとっては美味しいわけですよね。もらってないところよりも有利な立場に立てるから。問題は今どんな特権かはいくつか具体的にお話をしますけれども、その特権の、まあ、ほぼ全ては政府が実は認めてくれてるから得てる特権なんですね。政府からもらってる特権なんです。できれば、まあ、今日メディアに詳しい方に来られるので、なんか釈迦に説法みたいな恥ずかしいですけど、一応今回ですね、せっかく私が来たので、なかなか皆さんメディアでこれ言わないので、3つだけキーワード覚えてください。3つだけ、その日本のメディアの特異性を示す
キーワード。逆に言うと、そんなことをなぜ知らないのかっていうのが、まさにこの3つの問題があるからだということは納得していただけると思います。まず一つ目はですね、これはデビット計算も指摘していた、まあ、皆さんも多分お耳にしたことがある記者クラブというのが一つ目。これ記者クラブっていうのがクラブ自体が問題なのではなくて、記者クラブという、まあ、その部屋なのか組織なのかがあって、それが非常に排他的、あるいは閉鎖的になっていて、一部のメディア、この一部というのは新聞社、テレビ局、通信社だけです。日本新聞協会加盟社っていうのが記者クラブに加盟できる基準なんですが、それは端的に言えば新聞社、放送局、それから共同時事の通信社の2つです。でそれが、基本的にその独占アクセスを独占し、庁舎内に自分たち専用の部屋を持ち、政府ともう本当に日常的に記者会見のみならずレクだの何だの称してですね、ほぼもう通貨の状態で、情報を共有している。でそれをその中で、まあ、こういうものならばその出せるだろうというようなものを報じているのを我々が、まあ、一般の読者や視聴者は読んでいる、見ているという状態ですね。でこれは排他的なので、入れない人たちに対してはその入っているメディアは圧倒的に、まあ、経済的商売の上では有利になります。アクセスを独占しているわけだから。だから当然ですけども、これも政府がそれを認めているんですね。認めている、政府がそれを認めているから、実はその既存のメディアは非常に、まあ、独占的なアクセスを持っていて、まあ、他社に対しては強い立場になる。他社に対しては他のメディアとかに対して強い立場になる。でも政府に対しては決定的に、まあ、脆弱、弱い立場になるということは誰でも想像しますね。政府からその特権を認められているからだということ。1個目が記者クラブです。2個目が、これが知られてないということが、この問題のかなり重大なですね、本質的な問題なんですが、再販制度もしくは再販価格維持制度、正確には再び販売すると書いて再販と言います。これを知らないのは実はかなりやばいです。なぜならば、これは専門的ななんか難しい話ではなくて、皆さんが日常的に新聞、書籍、雑誌、それからまあ今あんまり音楽ソフトをCD とか買う人はいないかもしれないので、まあ、それは今はみんなダウンロードするのかもしれませんが、その音楽ソフトの4つ、その4つの分野というのは、実は再販価格維持制度という、政府が独占禁止法を除外しないでくれるような特別枠を設けられていて、そこで決まっている価格というのは市場で原理で決まっているのではなくて、まあ、販売者、つまり新聞社が言った値段で販売店というのは強制的に売ることを強いられているんですね。皆さんカタログで、昔はよく電気製品のカタログなんかで平気でカタログに定価なんて書いてありましたけど、知らない間にそれがメーカー希望小売価格に変わって、そのうち今最近オープン価格になっているというのに気づいたことあるかもしれませんけど、あれはメーカーが作っているカタログで、いくらで売られるかというのはメーカーが本当は決めていいはずがないんですね。市場で決まる。それはだから最初は希望価格になったんだけど、それでも強制力があるということになって、今はオープン価格でカタログに値段書いてあるのはほぼないですね。新聞は値段で売らなくてはならないという形で、新聞社が販売店を強制することができる。皆さん販売店からいろいろ新聞取れ取れって言われてもね、なぜか割引はないはずなんですね。その代わりティッシュが来たりですね、読売新聞取るとジャイアンツのチケットもらえたりですね、いろいろそういう付録が来るけど割引はないはずなんですね。あれは割引ないんです。値段で寄らなきゃいけないという縛りを新聞社がかけて、本来それはそれを強制することは、優越的地位の内容、つまり新聞社の方が販売店より強い立場にいるので、優越的地位の内容ということで独禁法に触れる行為なんですけれども、新聞についてはこれは雑誌と書籍も同じなんですけれども、それを免除してくれるという制度、これももちろん政府が、その4品目については独禁法を適用しないという、決定をしてくれているので、これも政府からもらっている特権なんですね。これ何にするかというと、本来普通に市場競争されれば、もしかしたら1000円とか2000円になるかもしれないものが、なぜか4000円で売れるってことなんです。でそれは内部留保、つまり儲かるわけです。当たり前、お金がいっぱい儲かる。その儲かることの根拠は、もともと再販というのはまだ経済が未発展だったり、メディアが未発展の時に過当競争にさらしてしまったりすれば、新聞が潰れてしまうと、まあ、言論の多様性が失われるとか、あるいは過当競争で、まあ、非常にセンセーショナルなね、公共性を無視したような報道が行われることを防ぐとか、あるいは宅配網を整備しないと地方遠いところとか山とか離島とかに新聞を配れなくなる、配らない
配れなくなってそこで新聞が読めなくなるのは良くないから、まあ、皆さんでちょっとずつ余分に負担をして市場原理にも余分なお金を払って、そのお金でまあ利益が出るはずだから、そうしたまあ公共性を担保するような報道をする、あるいは公共性を担保するようなちゃんと日本の津々浦々まで配れるようにするシステムを作るまでそれをやりましょうと。ご存知だと思いますけど、今未だに最悪で守ってますけど日本の新聞は、ね、つまり皆さんは本来の余分なお金払ってます、ね、払ってるんですけど、世界で一番発行部数の多い新聞も日本にあるんですよ。1億2000万しか人口のない日本の読売新聞、世界で発行部数1位ですよ。世界で2番目に大きな発行部数を持ってる新聞は朝日新聞ですよ。そんな新聞を皆さんが実はそうとは知らずに余分なお金、これ余分ながいくら余分かっていうのは市場原理に流してないとわからない、倍くらいかもしれない、もしかしたら払ってるのは、で、買っていることを、ね、まあ、まず知らない、なぜ知らないのかが次3番目いいですか。1番目が記者クライブ、2番目が、クロス、あの、ごめんなさい、再販ですね。3番目がそれが理由なんです。3番目が日本のメディアのやはりこれも特有の、現象です。クロスオーナーシップ、ちょっと分かりにくいですけどクロスオーナーシップという制度です。でこれは、新聞社とテレビ局というのが多くの国では同一資本によって保有されたり、新聞社がテレビ局の株を保有したり、その逆をするということが多くの国で制限されています。アメリカは厳しく制限されています。特にその制限されている理由は非常に簡単なんですね。まず一つはもちろんそれが系列化してしまえば、まあ、言論の多様性が損なわれるということがあります。日本はご存知のように朝日とテレビ朝日、毎日新聞と、まあ、毎日新聞と TBS は今資本関係ありませんが、まあ、系列関係にある。それから日本テレビと読売、日経と、テレ東と、なんか忘れてますね、フジテレビと産経新聞というのがあると、これ完全に系列化している。で、まあ、5社が完全にテレビと新聞系列してますね。でそこのもう一つクロスオーナーシップが制限される理由っていうのは、まさになぜ皆さんが再販知らないのかと同じ理由なんですけど、テレビと新聞という世論に最も影響力のある2つのメディアの間に相互批判、相互チェック能力を担保しないと、メディアは自分自身の不都合なことを自分で報じるっていうのは、まあそれはね、相当の人格者なら自分の、悪いことを自分の方から進んで言う人もいるかもしれないですけど、まあ要するに特に再販なんて新聞社にとっては死活問題なので、わざわざ再販で皆さんから余分にお金もらってます、ありがとうございますって絶対自分で言わないわけですね。でもテレビ局は再販から1円の利益も得てない。テレビ局はね、なんかすごく立派なことを言ってるテレビの放送いっぱいあります。ニュース番組でなんかこう政権に意見言ってますみたいなことを言ってる番組いっぱいあります。その中で一つたりとも再販というものをテーマにした番組見たことありますか？そもそも再販って言葉聞いたことありますか？皆さん毎日払ってるものに関わるものなんで、こんなマイナーな小さななんかね、変な話を僕が引っ張ってきてこんな小さなことを大きく言ってるんじゃなくて、毎日皆さんが払ってる金額に関わる問題なんですよ。少なくても僕は都庁の都知事の湯河原の別荘の話よりこちらの方が僕は皆さんにとっては直接影響がある問題だと思う。少なくても聞いたことないですよこんな話は。テレビでなぜテレビが報じられないかといえば、テレビと新聞が系列化されてるからなんですね。これはもう一例に過ぎません。テレビ固有の問題はある、新聞固有の問題はある、それぞれ自分でそれを言えっていうのはなかなか難しい。だからそこには相互批判能力を担保しなくてはいけないという理由でクロスオーナーシップというものが制限される、あるいは禁止されるということが取られている。でそれは最後のクロスオーナーシップに関して言えば、日本では一応まあマスメディア集中排除原則っていうのがあって、その特定の資本がメディアを支配することを防ぐ規則があるんだけど、この新聞とテレビの、行財保有、まあクロスオーナーシップっていうのは行財保有と日本語で無理やり訳せばそういう意味、産業の業に国際関係の際ですね、その業をまたがっての、まあ、資本保有ということで、行財保有というふうに無理やり日本語にすると訳しますけど、クロスオーナーシップというのに関してはこの新聞とテレビの同一資本のことに関してはマスメディア集中排除原則は制限してません。だから結局それも政府がそれを認めている、まあ、認めているところが、まあ、歴史を本当に紐解いていくと、実際は新聞社にテレビ局を持たせることによって、新聞社という何の認可も必要のないその産業をですね、テレビの資本を持たせることによって、テレビというのは免許制度になっているので政府が間接的に、まあ、介入できるようにするというような意図も、あったというふうに指摘する人もいます。
これは田中角栄さんの時代なんですけれども、その辺の本当の意図が何で あるかは、まあ、もちろん分かりません。でもいずれにしてもクロスオーナーシップというものが日本では無制限に認められているために、その3点セットの3つ目ですけども、その相互のチェックが働かない。だからなぜか全く、テレビにとっては利害関係を有さない再犯という言葉を皆さんが一度も聞いたことがないということです。でそれは自分の系列にある新聞社のとって死活問題だから、その、再犯がですね。だからまあとりあえず本当にもう言えばもういっぱいであるんですけど、まず少なくても記者クラブ問題と再犯とクロスオーナーシップというものが3点セットで、しかもそれがさっき言ったような、ね、例えば再犯を知らない理由もクロスオーナーシップがあるからだというようなことで、そこが相互に補完関係にあるという問題が、まあ、まず一つ。それからもう時間がないので最後にもう一つ言っておきますと、こと放送に関しては問題はものすごいはっきりしています。それも日本固有の事情があります。日本では政府、総務省が直接放送免許というのを付与しています。ではっきり言って先進国でそれは異常なことです。免許をいただいていれば、そんな免許をくれている相手を、その放送機、あの放送局がですね、監視したりチェックできるはずがない。免許をいただいている立場なのでね。で実はこれは戦後 GHQ が入ってきて、まあ、その戦前にですね、まあ、その国家総動員するために、まあ、放送とかメディアが使われたということを、まあ、深く分析して、まあ、電波管理委員会と呼ばれる第三者機関というのを、GHQ の、占領下では作られました。これは、完全に政府から独立した形での、まあ、第三者委員会、だったんですね。で、まあ1951年に三国条約に署名して、52年4月に発効しました。52年7月の1日に実は吉田内閣が最初に通した法案の一つが、実は電波法の改正で電波管理委員会の廃止なんです。免許を政府の不要案件にした。第三独立機関ではなくて政府が免許を直接出せるようにしたのが最も最初に通した法案の一つなんです。7月1日1952年ですなんですね。だからまあ戦前にやはり そうしたものを支配することの重要さを皆さん官僚の方々は知ってたんでしょう。おそらくこんなの市民に委ねちゃったらもうどうしようもないと、我々がチェックされてしまうってことだと思いますけども、でね、言いたいのはそこではなくて、放送局にとってはそこが一番問題だっていうことが分かりきっているのに、なぜか今回高橋さんが停波って言ったでしょ。停波する権限なんて、もし免許が自分たちが与えてなければ絶対に持ちようがないわけですよ。でそのそこが問題、放送法のそこが問題なのに、なぜかそれを変えようという議論が放送局からもあんまり聞いたことがない。政府から直接出てるっていうことでおかしいじゃないかと。でこれはもうあんま放送局のことをですね、まあ、うがちすぎな見方をして悪く言うのも良くないかもしれないけど、その今回放送法の4条の解釈がおかしいっていうことで、政府はそれが停波をできる権限の、ね、元になっている中立公正求められるって書いてあるからっていうでね、でそれは中立公正求められるけど政府が介入するのは憲法違反じゃないかということの議論になってるんですよね。で4条が憲法違反かもしれないような解釈が可能になってるっていう理由でおかしいっていうんだったら、なぜその国会で4条の改正っていうことが例えばメディアから提案が出ないのかと。僕は、今の状態であれば政府が介入できるけど、同時にだから政府と守ってもらえてるっていう関係が、今の既存のメディアにとっては当たり前になっていて、完全に自立してしまえば、逆に言えば守ってもらえるような持ちつ持たれつの関係も崩れるということだと思います。結局持ちつ持たれつというふうに思ってたんだけども、実は持ちつ持たれつじゃないんですね。絶対に権力持っている方が優位な立場なんです。持ちつ持たれつなんて言ったって、持ちつ持たれつじゃないんです実は、持ちつ持っていただいている状態なんです実は。でそこで安倍政権はまず1回目の政権でメディアから非常に批判されたこと、民主党政権でメディアにかなりの自由を与えた、解放したことによって逆に民主党政権がすごい批判されたこと、等々をですね、かなりしっかり分析してきます、してきています。で、それでメディアに対して弱点というものを十分に見た上で、メディアに対する介入策というのを練っている。ただ、今のメディアと政府の関係の中では、日本のメディアを操作することは非常に容易なわけです。さっきみたいな関係性がありますから。力技を出す必要は全くないんです。本当に脅したりですね、脅すっていうのはあれですよ。呼びつけ、日本の場合呼びつけて注意したら脅したってことになってますからね。
そんなの、あ、もうなんか、まあ、呼び捨てられても行かなきゃいいんじゃないかっていうふうに外国人の記者なんかみんな言うわけですよ。何行くんだと。でも行かなかったら何されるか分かんないっていうような、え、何ができるんですかって思うでしょ。これだけ特権を認められているっていうことになれば、そのさじ加減次第でいくらでもその特権というものを制限したりとか、ね、少し抑えたりとかできるようになっていると。でこれはほんの一例です。私が今その特権の中で、ご紹介したのは、もっともっといろんな形で、例えば記者クラブ一つとっても、記者会議以外に懇談も裏懇とかですね、もういっぱい裏の方にその限りなくですね、深い泥沼があるわけですね。でどこまで呼んでもらえるかみたいなことっていうのは、もう全部政府側のさじ加減なわけです。で、あるものから外されるなんてことは、いくらでもその、できるわけで、その特権の制約というものが、いくらでも政府側にできる状態になっているので、結局力関係で一度はこうであると。で今回安倍政権はそこの弱点を見つけて、ちょこっとさじ加減変えるよということを言ってきたと。メディアが決定的に安倍政権に弱くなった一つの要因、これもしといていただいてもいいかもしれない。総理の単独インタビューというのを各社が独自にやるということは、一応、まあ、これ記者クラブの談合的な問題で、僕はそれを褒めるのは心苦しいんだけど、記者クラブの中では不分立として、それをやらないことになっている。なぜならば単独インタビューを取るためにサービス合戦になるからだということなんですね。一応、まあ、先人たちは多少そういう英知を持っていたわけです。安倍政権は単独インタビューやるよっていう方針を出したんで、突然そこからもみんな寄ったかってですね、サービス合戦が始まっちゃったわけです。で最後までなかなかそのサービス十分しなかったら、朝日新聞になかなか安倍さんは出てもらえなくて、まあ、なんかその朝日新聞の社長があったっていうのが総理の動向に出た、まあ直後とは言えないけど、まあ、数週間後にちゃんと朝日新聞にも単独インタビューが出るというようなこと。だからそれも実は政府側が持っていながら、これまで使わなかったリソースだったんです。いっぱい持ちつ持たれつみたいに錯覚してるけども、そうじゃなくて政府側が、まあ、それを使わないでいたリソースがまだあるんですね。メディアが自分たちを脆弱な立場に置いているということ。でそれは残念ながら、さっき言ったみたいな理由でほとんど皆さんの耳に入ることはありません。私こんなところでこんなこと言ってるから絶対放送に呼んでもらえません。私みたいなのは生放送は絶対ダメです。もう再犯なんていきなり出しちゃいますから、テレビでもう突然ピーが入っちゃうみたいな話です。それはもう、そのもう私がこんなこと言い出したら。なので私は自分でインターネット放送というのをやっていて、自分で発信する場所を持っているので、もういいやということで、まあ、全部ぶちまけますけれども、まあ、こういうことをメディアの中で、まあ、いろいろと偉そうなことを言っている人たちは知ってても、決してこんなことは言いません、公の場では。ましてやカメラが回っている人は死んでも言いません、こんなことは絶対に。それは自分の発言の場がなくなってしまうから。それは責められない。今メディアのがそういう状態になっているというのは現実ですからね。だけど、まあ、こういうことを言う人が、まあ、一人くらい言った方がいいだろうと、水見さんにですね、こういうことをちゃんと言う、知ってながら言わないようでは申し訳が足らないという思いもあって、私の方はもうちょっと時間もあれなので、今日はこれくらいにしますが、メディアについては安倍政権の介入は問題だけども、メディア側がまず襟を正さないと。でそうすれば政権はメディアに介入するためにはもっと力技を出す必要が出てくるんですね。で力技が出てきたら、それこそ本当にこんなことが許されるのかっていう話に初めてなるわけですよ。ね、だけど今ははっきり言って、いや圧力やっつっても、外国人がどんな圧力があったんですか、いや手紙来ちゃったんだよみたいな話でね、お手紙いただいたの黒柳さんじゃないんだから、お手紙いただいたくらいで大騒ぎしてたわけわかんないでしょ。でもそれはその手紙にある種全問答じゃないけど、その背後に持ちつ持たれつの関係があるっていう前提がないと手紙の意味がわかんないわけですね。いいのそんなこと言ってお前みたいなセリフですよ。いいよっていうふうに言えないわけですよ、いろいろあるんでっていうね。でそこをまず正さないといけない、メディアは。でメディアにとってはそれが逆に言うと、他のメディア、つまりインターネットとか新しくこれが出てくるメディアに対して決定的に自分たちの地位を優位にしているものなので、そこを自分から手放すっていうことは非常に難しいわけですね。でしかも、皆さんそれ知る手段がほとんどないから、おかしいじゃないかっていう話もほとんどそういう部分で出てこないわけですよ。なんか報道がだらしねえとかそういうような話はみんなするけど、そんな仕組みの上での話っていうのは皆さん知る機会なんかないわけです。自分たちで自分たちでバラさない、しかもクロスオーナーシップですみたいな話でしょ。だからこれはちょっと今日自分で言うのもなんですけど、結構珍しい話を聞いたと思っていただいていいと思います。なかなか聞くことはできない珍しい話をですね、ちょっとまあ歪み弁護士にですね、の思いも含めてちょっと今日は話をさせていただきます。ぜひですね、神保が聞いたって書いていただいて全然構いませんので、いろいろブログとかですね、ツイッターとかですね、いろんなところでですね、
3点セット、悪の3点セットです。いいですか。記者クラブ、再犯、クロスオーナーシップ。でこれはね、いいです、皆さん自分で調べてみて、まああのですね、再犯なんて調べるとですね、あの僕の名前くらいしか出てこなかったりすると思うんで、あの再犯の制度としては出てきますよ、法律的な制度だから。再犯の問題点みたいなことを言ってる人ってほとんどいないんですよ。本探してもほとんどない。だってそうでしょ、本自体は再犯で守られてるんですよ。そこで本に再犯問題だって書くって言ったら、ちょっとどうしてもどういう出版社なんですか、それを出すのはってことになるじゃないですか。そこはだからメディアは相互批判が必要なんですよ。自分自身がメディアなんだったらば、その同じ問題を抱えてない他のメディアがそのことを言えるような相互批判能力をビルトインしないと、メディアは自立、自らを律することができないということなんですね。なのでそれはまあ、この話聞いて何か役に立つかどうか僕はちょっと分からないんだけど、安倍政権のメディア介入うんぬんでキシカーンとか言ってるのは、今の段階では残念ながら半分以上メディアが問題です。でも政権はそれを分かっててやってるので、その問題はメディアだけの問題ではなくて、間違いなくじゃあメディア側がもう一歩自分の襟を正したら、まあ、もう一段向こうがギアアップしてくるでしょう、おそらく。ならばギアアップさせないといけない。手紙書いただけで効果を出させるようなメディアじゃいけないということですね。手紙がしただけで皆さんビビっちゃうようなメディアじゃいけないということですね。まあそんなところで今日のところはこれ以上言うとですね、本当にいろんなところ出入り禁止になるかもしれませんので、今日のところはこの辺にしてさせていただきます。どうもありがとうございました。神保さん、ありがとうございました。では表彰式に移りたいと思います。まず特別賞の発表です。少々準備にお時間いただきます。では表彰式に移りたいと思います。まず特別賞の発表です。プレゼンターはメディア総合研究所の岩崎貞明さんです。よろしくお願いします。会場設営係兼プレゼンターのメディア総合研究所の研究所をやっております。先ほど の神保さんのお話、私も放送関係は相当自分の詳しいつもりですけども、全部本当ですみたいな、生前ですね、ひずみさんがおっしゃってた問題でいうと、記者クラブの問題とクロスオーナーシップの問題は今日神保さんもご指摘の通りで、ひずみさんもう一つ神保さんと違う点で指摘したのは、まあ、放送関係なので、これは電通による広告市場の支配ということをですね、ひずみさんは非常に強調されていたのを思い出しました。それでは特別賞、表彰です。特別賞は、2本あります。1本目は、毎日新聞の鹿児島明さんと、青島健さんです。失礼しました。青島健さんと草壁聡さんです。もうあれですか、壇上に上がっていただいていいんですか。あ、はい、青島さん、草壁さん、どうぞ壇上を上がりください。賞もですね、賞金が出ないんですね。で、まあ、忙しいのに呼びつけといて紙切れだけかというふうに思うかもしれませんが、まあ、そこはちょっと大人の対応していただきます。青島さんと坂部さんの、まあ、チームなんでしょうかね、まあ、秘密保護法に関する調査報道ということですが、とりわけ、まあ、他の賞も取りになっている会計検査院がですね、秘密保護法が、に問題ありというふうに指摘をしたという、これは情報公開によってその法案の政策の過程 の文書の中からここの部分を読み取ったということですが、まあ、私の個人的感想でいうと、そのつまりその全部を検査の対象にしなきゃいけないということが憲法に書かれているように、秘密保護法で会計検査院に出せるものが出せないものがあるというのはおかしいじゃないかという話で、なるほど、日本国憲法は確かに、まあ、9条で戦争放棄になってますけども、9条以外のですね、国家が勝手なことができない、勝手に戦争できないような仕掛けがいろんなところにしてあるんだなというふうに改めて思った次第です。
それでは。症状2枚ですが、中身しまうんで、ご承知を、毎日新聞社会部記者、青島健様、秘密保護法について、会計検査院が法案の策定にどのように関与していたのか、国会の情報監視審査会が機能しているか、国連の特別報告者の調査所見において、秘密保護法の問題をどのように取り上げられたか、特定秘密についての情報開示と裁判手続きの在り方など、さまざまなテーマについて情報公開によって新たな切り口を発見する調査報道と問題を掘り下げた解説記事を継続的に書き続けてこられた活動を表彰する。2016年6月10日、泉和夫情報流通促進基金、代表理事桂圭一同会頭理事で、同文で、坂部聡さんということで、どうもおめでとうございます。おめでとうございます、では受賞のお言葉を頂戴したいと思います。じゃあ私が坂部君の対象して入ってます。毎日新聞と社会部の、青島と申します。どうもよろしくお願いいたします。この度はいつも取材でとてもお世話になっている三木さんと岩崎さんに選んでいただいて本当に感謝しています。本当に本当にいつも取材でどうもありがとうございます。本当のところです。私たちの職は特に変わったことをやってきたということは思っていなくて、ごくごく当たり前のことを、毎日の社会部としてやってきただけだと思ってます。普通に政治家とか官僚とか研究者に取材に行って、それでまあ実際のところに行ってですね、こんな情報公開しようと、持った方がいいですか、持った方がいい。ミキさんのところに行ってですね、こんな情報公開しようと思うんですけど、どうめん、これでいいでしょうかね、なんて相談をしたりしてですね、やってきたんですけれども、まあ、唯一いいことがあるとすればですね、この法律が民主党政権時代から作って、画策されてた2011年から私どもの、まあ先輩記者とか同僚記者が取材してきたのを、継続できたことだろうかなというふうに思ってます。2011年に民主党政権のまだ菅内閣の時代に有識者会議の報告書っていうのが出たんですけども、それを受けて同僚の、大広志記者っていうのと、吉永記者っていうのと、それとここにいる草壁記者の3人が、時々記事を書き始めて、それがそれを、やり続けるという感じです。私は、最初は加わっておらず、2012年くらいに民主党内の、プロジェクトチームが密保のことを検討してたんですけど、そこを取材し始めたところから一緒に加わってやってきました。ただ、今はもう一番の、リーダーだった大記者が2014年に、退社してしまって、
まあ、それから政治部もあまり取材しなくなってしまい、非常に辛い思いでいますけれども、まあ、やってきたというところです。この法律はなかなか目的を政府が明らかにしないので、これが秘密のものだっていう本質が見えにくくて、それを我々もどう伝えたらいいのか、どういう切り口で伝えるのかっていうところが非常に難しくて、おかげで反響も出てきにくいというところが問題だと思っていますけれども、まあ、日下部君が、2013年ぐらいでしたっけ、憲法との関係ね、はい、それを情報公開で見つけてくれて、憲法とぶつかるというようなところを打ってきてくれたところから、だいぶ問題がクリアになり始めて、まあ、私もそれに負けないようにやっていこうということでやってきたところが、もし決めていただくところがあるとすれば、そこなのではないかなというふうに思っています。それともう一つ申し上げたかったのは、私どもはこの問題はとても大事な話だというふうに考えているんですけれども、なかなかメディアの中で、この問題をみんなが取材してくれるわけではないところがちょっと問題だなと思っています。例えば先ほど岩崎さんが会計検査院の話を言ってくださいました。でこのお話っていうのは非常にどこのメディアであろうとも報道していいような話だろうと思うんだけれども、結局読売新聞も産経新聞も報道してくれませんでした。本当にそれは残念だったし、こういう問題ではメディア共通の問題として捉えられるようにやっていかなきゃいけないなと思ってます。今言いかけたメディアの分断の話ですけれども、安倍政権になってから特にうまくメディア同士が分断されてしまっているし、マスコミとネットメディアもうまく喧嘩を仕掛けられて乗っかってしまっているんじゃないのかなというふうに私は思っています。それがマスコミの不信感を招いて、しまっており、まあ、そういったその分断の中でが起きていることが、まあ、政権としてはありがたいなというふうに考えているんじゃないのかなって私は個人的には思っています。なので、私どもの新聞を取り巻く状況はすごく厳しくて、とても毎日苦しいですけれども、なんとかやっていかなきゃいけないと思っています。ひずみさんはきっと立派な方なんだと思いますけれども、私は、遠くからは何度も拝見したことはあるけれど、直接取材したことはありませんでした。ただ静見さんはきっと立派だろうと思うんだけども、一つだけ言いたいのは、やっぱりマスゴミなんていう言葉は言っちゃいけないんじゃないかというのは私は思っています。みんなでマスコミの悪いところは指摘していただいてもちろん結構なんだけれども、みんなで盛り立てて、自分たちマスコミっていうのはみんなのメディアなんだろうと思うんですよね。それを皆さんで盛り立てて、いいメディアになるように叱咤激励していただけないかなというのが私の思いです。今日はどうもありがとうございました。また書き続けていこうと思います。日下部君とはチームっていうわけではなく、それぞれが、まあ、いい大人なんでそれぞれ切り口を見つけて、お互い、まあ、なんていうか切磋琢磨してっていうか、まあ、
あバラバラなんだけども、まあ、結果的には似たところもあったり、まあ、ちょっと違うところもあったりしてやっておりますので、どうかよろしくお願いします。で、あの西さんも矢崎さんも今後とも取材よろしく伺いますので青島さん、ありがとうございました。それでは特別賞2つ目の発表を岩崎さんお願いします。特別賞の2本目は、共同通信の、しずめさいじさんです。壇上にお上がりいただいてよろしくお願いします。市見さんの科学部 の、 あの記者ということで、とりわけ、まあ、津波対策の、ね、原発事故の津波対策の部分について、非常に、まあ、丁寧なインタビューを積み重ねるという手法でたくさんの配信を出されて、いますが、まあ、今回特に、まあ、私あの選考委員としてですね、特に強調したかったのは、岩波の科学にその、まあ、詳細なインタビューの連載をされていて、これまあ今業界関係の人はひょっとしたらお聞き上かもしれませんが、今結構その社内原稿の執筆というのがですね、結構いろいろうるさいことになっていて、場合によってはほとんどもう検閲に近いようなことを言ってくるような会社もあったりするという中でですね、これまあいわゆるメディア研究者の間の用語でそのメディアの内部的自由というふうに言うんですけども、そういう組織的なそのジャーナリズムの中でその個人の記者の表現の自由というのをですね、まあ、どこまで確保するといいますか、守るかという問題の上でもですね、こういう取り組みはぜひどんどんやってほしいというふうに思って、それをまあ励ましたいという気持ちも込めた、表彰ということに、させていただきたいというふうに思った次第です。ではおめでとうございます。表彰状、共同通信科学部記者しずめさいじさん、福島原発の津波対策課題について、関係者に直接インタビューを申し込み、その発言や事実を丹念に調べ、政府保安院福島県の責任をあぶり出した配信記事を高く評価するとともに、岩波書店の雑誌科学に昨年12月から本年2月にかけて掲載された原子力行政を問う記事など自由な社外言論を応援する意味を込めてその活動を表彰すると、以下は同じです。どうもありがとうございました。では、受賞のお言葉をいただきたいと思います。お願いします。共同通信科学部のしずめと申します。今日は立派な賞をいただきましてありがとうございます。それで私記者、20年になるんですが、およそ半分10年間ほどですね、ずっとやってきたテーマがあります。それが原子力発電所と自然災害の問題点についてこの10年ずっとやってきました。5年前の3月の原子力安全保安院の、会見場でずっともうほとんど何をしてたか記憶がないですけれども、ずっと穴蔵の中でうごめいていたような思いでした。今でもこの日比谷公園の桜を見るとあの時のことを思い出します。それで今回賞をいただきました記事はですね、一昨年のクリスマスの日に、政府事故調の調書の公開がありまして、そこで当時原子力安全保安院の耐震部門の課長さん、正確に室長なんですが、彼のいわゆる調書が公開されたんですね。そこでこういうことが書かれていました。事故2011年の前の年2010年、その小林さんという人ですけれども、小林室長が上司に福島原発の津波問題、津波対策について不備があるので、ちゃんと審査した方がいいというふうに直接愚痴したそうです。二人きりだったそうです。ところがそこで彼が言われたのは、この問題は原子力安全委員会と手を握ってるし余計なことを言うなと言って、もみ消されたという、まあ、相当思い切ったことが書かれていて、彼はその部分も黒塗りにせずに全面的に開示に同意したという非常にショッキングな調書でした。それでこの問題について
どうしたらいいかということを思ったんですね。きっかけになったのがその去年こちらの大賞だったんでしょうか、あの添田隆さんという私の尊敬する先輩ですけれども、添田さんがツイッターでこの問題はいろいろ奥が深いんだけれども、どうせマスメディアの記者は大ファンだから何も取材しないだろうというような趣旨のツイートをされてて、それでちょっと投手に気がついたということがありました。もう一つ言えるのは、先ほどの基調講演でもありましたけれども、記者クラブという問題があって、私はあのホワインと、まあ、規制庁、原子力規制庁は記者クラブという形を取ってませんので、赤旗の記者でも週刊誌の記者でも委員長会見に出られるようになっているわけですけれども、いずれにせよその記者クラブにいて官僚にアクセスする特権を与えられていた、そういう、まあ、あの負い目のようなものが、負い目というのはつまりその事故前に何の役にも立たなかったという負い目と、まあ、そこの調書に出てきている人の名前も顔も人となりも全部僕は知っていたので、この人たちにもう一度話を聞いて何があったかを歴史に残そうと、歴史に残したいというふうに思って、およそ半年、いや4ヶ月ほどでしょうか、ずっと取材をして、いろいろ時間がかかったんですが、去年の秋、共同通信社から1ページ、1ページ全面の特集記事を配信し、今日いらっしゃっています。それは岩波書店の科学のご協力をいただいて、12月号から3回連載をさせていただいたというようなことです。で、一口でなかなか申し上げられないんですが、こういうことだったんです。古澤丸をすると地元にお金がおります。地元はお金に困っていて古澤丸をしたい、それで県と資源エネルギー庁に働きかけたんですね。そこで資源エネルギー庁は大臣を使って原子力安全法案に、津波の審査をせずに、古澤丸を認めるように圧力をかけさせました。これ大臣指示です。大臣指示があると官僚は、抵抗できませんので、原子力安全法案はそこで2010年に福島原発第一、福島第一原発3号機の古澤丸を許可したと。そこで津波の問題は全く無視をされて、地元にも関係者にも必要な情報は与えられなかった。実際対策が間に合ったかどうかというのは微妙なところなんですけれども、応急的な対策であれば間に合ったのではないかという保安院関係者は結構います。そうしたことを原子力安全委員会と手を握っていたということの確証は得られなかったんですが、私の中ではある人物がその手を握ったという張本人ではないかと考えています。当時の院長です。そういったいろんなまだ謎が多く、現在の原子力規制委員会の体制でも同じ問題が続いているというふうに思われることがたくさんありますので、実は今続編というか、続きの問題について取材を始めようというふうな準備をしております。なんとかいい記事ができるように頑張っていきたいと思います。取材自体は全て一人で行ったんですが、同業や岩波書店の皆さんや、それからいろんな方の、ご協力をいただいて、そういう人間関係に恵まれた成果であったと思います。本当にどうもありがとうございました。静美さん、ありがとうございます。次は奨励賞の発表です。奨励賞は副賞として10万円が贈られます。プレゼンターは情報公開クリアリングハウス理事長の三木由紀子さんにお願いします。情報公開クリアリングハウスの三木と申します。よろしくお願いいたします。私は実は第1回の大賞受賞者ということで、そのままの審査員をさせていただいております。奨励賞は中日新聞の榊原隆人さんです。どうぞお願いします。実は一度確かお会いしたことがあるということで、受賞されたのは、原発問題の新聞記事を事故前からずっと書き続けておられている。事故後ですね。すいません、失礼しました。実は審査対象としてドッジファイル8センチ分くらいのファイルにどっさり記事が来まして、
こんなに記事を書き続けておられたということを私は全然知らずにですね、初めて、知ったということなんですが、原発問題とそれからと原発事故後の健康問題というものを、ずっと継続して報道をされ続けているということで、これは、どうしても事故とか、何か問題があったとか大気があったというタイミングでは新しいニュースとしてこう世の中に情報が出ていくんですけども、ニュースって残念ながら消費をされておしまいっていうものもかなりあってですね、大事な問題が継続的に伝えられ続けるっていうことがとても少ない、あるいはすごく限られるという中で、継続して記事を出され続けているということに、大変敬意を表したいということで今回奨励賞を、ということになりました。で現在は中日新聞、私がお会いした時は東京新聞っていう名称を持ってらしたんですけど、今中日新聞の原発とあまり関係がない地域 で、ね、ということで残念ながら非常に報道され継続し続けにくいのかなというふうにも思うんですけども、ぜひですね機会を見つけて書き続けていただきたい。移動後もですね実は記事を書いておられるということで、後で少しぜひご自身で紹介いただければと思うんですけれどもぜひ継続してやっていただきたいとも思っております。では表彰状、中日新聞榊原貴彦様。石川県の北陸電力志賀原発の問題点、とりわけ断層問題や避難計画の問題を粘り強く取り上げ、原発の危険性について重大な問題提起を行ってきた活動、また認知が変わりながらも原発報道にこだわり続けて独自の視点で取材を行い、地道な発信を続け、議論を喚起してきた活動をジャーナリズム本来の役割を果たしてこられたものと評価して表彰する。2016年6月10日、泉和夫情報流通促進基金代表理事、桂健一、回答員1。おめでとうございます。では、榊原さんから受賞のお言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いします。東京新聞から中日新聞に移動しました、榊原と申します。この奨励賞っていうのは第1回から見てみると僕が取材でお世話になった方が非常に多く受賞されておられて、最初は武藤優子さんが受賞されていたんですかね。で2回目が毎日新聞の日野さんが受賞されて、で前回が吉田千也さんたちが受賞されて、そこに続くことができたのはすごく嬉しかったし光栄だなと思っております。それで3月で、東京新聞の特報部から愛知県の新城通信局というところへ、移動になったんですけれども、一つ節目を迎えたということで自分の中で過去の記事が、どんなものを書いたのかなというレビューをしてみ、ました。そしたら、さっき三木さんがおっしゃっていただいたちょっと8センチは言い過ぎだと思うんですけどトータルで、枚数でいうと確か500枚ぐらい、ありました。それでそのうち、300枚ぐらいが北陸にいた時に書いたもの、2年半ぐらいいた時に書いたものなので、大体2日か3日に1遍ぐらい書かせていただいてたペースになりますね。で、その東京のどこどこに来てからは見開きで展開するのが、メインの記事になるんですけども、自分で企画して、取材をして書かせていただいたっていうのが40数回ぐらいになるのかな。でそれもやはり2年半に言いましたので、月に2回ぐらい書かせていただくような機会がありました。自分で、驚いたのはやっぱり、書かせていただける場所があったっていうことがないと多分これだけ積み重ねることができなかったと思うし、場所があるだけではなくて、それを書かせていただいた上司の方がいらっしゃったり、あとその仕事ばっかりしていると当然他にしわ寄せが行くこともあるので、同僚の方だったり
今回まあ一人での受賞ということになってますけど、他の方とここにお願いをして、例えば北陸にいるときは私は県庁の担当だったので、いろいろなところに、いろいろなところにいる記者の方に申し訳ないけども首長のコメント取ってきてっていうことを頼むこともあったので、そこで協力していただいた記者の方たちにもすごく感謝の気持ちを持っております。はい、それでさっき白井さんから巻いてという話をされたので何を話そうかなと思ったんですけども、まあ自分がそのもともとさっき美樹さんはちょっと間違えて事故前からっていうふうにおっしゃってたんですけども、僕は事故後、事故当時、北陸の報道部にいまして、5月ぐらいから取材を始めました。それは自分から進んでということではなくて、お前やれという形でやり始めたんですけども、でそれがさっき言った分量を積み重ねることになったのは、何か思想があったというよりも、その取材をすればするほどいびつな状況がこう次から次へと出てくるんですよね。で北陸にいる頃はその避難計画だとか防災計画だとか、そういったものの取材をさせていただいてたんですけど、根っこにあったのがその4月とか5月2001年、2011年の4月だとか5月の段階で、石川県にいた知事のコメントとして、あれだけ大きな被害があって、被害想定が甘いということが分かりながら、原発対応は国の仕事だからっていうような割り切り方をされてたんですね。でそこにすごく僕は違和感というかいびつさを感じて、じゃあ市町村の方々の思いはどうなのかだとか、細かいことですけど意見書だとかが上がってきて、じゃあ県の方がリアクションがどうなのかっていうと、それを知事にぶら下がりで当てると、そんなの知らないみたいなことを言われてですね、で逆に情報開示請求をして、原発絡みのものを出してくると、実は石川県だからかもしれないんですけど、原発の名前が黒塗りで帰ってきたっていうこともあって何なんだろうなこれっていう、何が起こってるのかわからないけれども、少なくともいびつな状況があるんだなっていうのはそこですごく強く感じました。で、ある種その防災のところは他人任せみたいなところもあったんでしょうけど、じゃあその後も活断層の話、実はこれ静めさんに先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけども、2012年の7月でしたっけね、7月17日ぐらいにホワイトの意見聴取会でポーンと出されて、これは静めさんが特ダネで書かれたんでしたっけね、文人さんでしたっけはい、それで地元としては大騒ぎだったんですよね。で、過去にじゃあ一体過去の震災で一体何があったんだということを調べてみると、当時のその官僚やなんかに当たってみると、実は関東 の、 その出先の機関から通産省に出てきた人間、まだ若い方とあと新人の2人が担当しているっていう、すごくざるの審査だな、荒い審査だなっていうようなことを感じたんですね。で専門家として言われる方も、お一人だけで、よくこの方はごめんなさい、あんまりうまく言えないんですけどという、すごく荒い状況が分かって、そこに憤りというのが、そこもやっぱりいびつだなというふうに感じたんですね。で、それから東京に来させていただくと、いろいろな取材をする機会ができて、で福島に行くことがやっぱ行ってみたいと思って自分でも行かせていただいて、柱としては健康影響の関係と、あと住民の帰還の問題をさせていただいていただいてたんですけれども、その健康影響、それこそ6日の県民健康調査でもそれが話題になったかと思うんですけれども、そもそも、最初の4年5年は甲状腺がんが出ないという前提で先行調査をやってみたり、それで100万人に1人と言ってたものがどうなっちゃったんだろうっていうこともあったり、その6日の検討委員会の会議で言えば、それまでその5歳以下で、甲状腺がんが出ないというふうに、出ないから因果関係が認められないって言ってたのが、5歳児で初めて、震災時5歳児で初めて甲状腺がんが出て、見るとそこが議論にならないという、そういういびつさを感じてしまいました。で住民の帰還に関しても、政府が ICRP の勧告の中で、
利害当事者の参加を積極的に促すべきだというような趣旨の話が書いてありながら、実際その機関の説明会に行くと大体紛糾してますよね。で、僕が一番ショックだったのは、あの特報部の紙面でも写真で使わせていただいたんですけども、その官僚が一番前に立って、あのお時間ですっていうプレートを持って打ち切ろうとしていたっていうことがあって、それって何なのっていう、すごくそこも歪みだなっていうふうに感じました。 でもそれが何か今まで出ておられた2人のように、水面下で起こっていることではなくて、ものすごくその正々堂々っていうのもおかしいかな、堂々と正当化されているって言ったらいいんでしょうかね。これで何が悪いのっていうことでは、そういうようなその対応っていうのがすごく違和感を感じました。でそこに対して我々報道機関は細かくそれでいいのかという問いを発していかないと、何が起こってしまうかというと、そのしわ寄せがどこに行くのかということですよね。結局それを実害を被る人、被った人たちに及んでしまうと、まあ、健康影響のことで言えば、それは誰も影響が出てほしいとは思ってないですよ。ただそこで検証をしなければいけないというのは、影響があるならばそういった方たちに医療支援をしなければいけないし、補償しなければいけないし、気持ちの整理をするという意味では責任の追及がなされなければいけないと思います。ただそれが実際じゃあ自分自身もできたかっていうと、まだまだできなかった部分もあるだろうし、でそのいびつさっていうところであれば、また新しい課題として、例えば除染ごみを再利用するみたいな話が出てきてたりもしますよね。で、まあ、次から次へといろんな問題が出てきて、もう困って仕方がないなと思ったり、で一方ではまだまだ分からないことも多いんですよね。それは私がずっとやりたいなと思って形にできなかった初期被曝の問題、そもそも甲状腺測定しているのが1000人余りっていうのはなぜなのか分からないんですよね。で県民健康調査も国ではなくて県がやってるっていうのがなぜかっていうところが、取材もっとしたかったなっていうふうにも思いました。でそもそも因果関係が考えにくいと言ってるのに、なぜ福島県立医科大がどんどん巨大化していくのもよくわからないです。そういった堂々たる正当化が次々に生まれて、で未解明の部分が残り続ける状況がありながら、ちょっと自分が移動してしまったことが、やり残した感がちょっとすごく強いんですけども、まあこれはこれで会社勤めなので仕方がないことですし、さっき三木さんがおっしゃっていただいたように、移動してからも原発絡みの記事はなんとなく書かせていただけて、やはり避難されてきている方が新城にもいまして、その方たちの子どもさんの、卒業式を取り上げたり、5月の上旬には保養の話を書かせていただきました。それで、まあやっぱり関心の度合いは東京と愛知県ではだいぶ違いなとは思いながらも、なんとか関心を持っていただきたいなと思うし、自分自身もまたこの取材を続けたい、やり残したっていう思いもあるので、またできたら紙面特報面を通じて皆さんにお会いして、また何かニュースを伝えられればなというふうに思っております。まあ、今回奨励賞っていう言葉の通り、その日が来るまでお前頑張っとけっていうようなメッセージだと思っておりますので、本当にこれを励みにして、また気持ちを持ち続けていきたいなと思っております。すいません、白井さん、長くなって申し訳ありませんでした。畑原さん、ありがとうございました。それでは皆様、もう一度特別賞奨励賞を受賞された皆様に大きな拍手をお願いいたします。さて、ではいよいよ大賞の発表です。
プレゼンターは引き続き三木由紀子さんにお願いいたします。それでは大賞の発表をいたします。大賞は、袴田巌さんを追ったドキュメンタリーを、の監督であります、キム・ソンウンさんです。夢の間の世の中というタイトルで、この賞では初めて映像を、に賞を出したということがございまして、ここから10分くらいです。実際には2時間近いフィルムなんですけれども、2時間ここで上映はできないので、10分くらい、最後の10分だそうですを、ここで流させていただきます。ご覧ください。Thank you.
金妻はダメかな、金妻は。金妻はまだ食べれない。だから食べれないの？うん、だからして。はいはいしな、はいはい、はいはい。おい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 。なんか見つけた。なんだよ。食べるんだよ。みんなの顔見てる。見慣れない人がすごい。はい。
始まりました。よろしく。はい、ありがとう。はい、それでは監督のキムさん、そして本日はプロデューサーの陣内直之さんもいらしているということですので、お二人どうぞご登壇ください。どうもおめでとうございます。先ほど見ていただいたの最後の10分で、最初のシーンはですね、初めて一人でお買い物に行ったというところから映像が始まっております。私は審査員の特権で全て拝見をすることができましたので見ましたが、最初にすごく抗菌反応が色濃いところからだんだん人が変わっていくことが緩やかに分かる、そういう映像作品映画でありました。多くのものを失いながら多くのものがまた取り戻されていく、そういういい作品でありまして、自然にですね、監督とカメラがその場にいたんだなということがよく分かる映画であります。で、私はいくつかのシーンがすごく印象に残っているんですけども、お姉さんがなぜここまで頑張ってきたのかということを吐露された、非常によくご性格が出ている場面があったり、多分シーンの少し前にすごく自然な笑顔の袴田さんがずっと時間をかけてこう撮影されていたりということで、大きな負担を結果的には冤罪とまだ確定もしていない状態で、まだ大きなものを背負いながら、それでも人間ってこうやって
自分を取り戻していくんだということがよくわかる作品でありまして、こういうものって活字じゃ難しい、映画であって初めて多くのことを私たちが受け取れるということを本当に、個人的な感想でありますけども思った次第です。そこで大賞にふさわしいということで、今回大賞に選ばせていただきました。表彰状、映画夢の間の世の中、監督トム・ソンウン様、釈放された軽微な死刑囚である袴田巌さんの日常を追うという手法で、死刑制度の現実を声高でない静かなタッチであぶり出した本作品に加え、前作の狭山見えない手錠を外すまでを含め、刑事司法制度の問題を扱ったドキュメンタリストとしての活動は世の中に知られるべきであるが、知られにくい情報を流通させるという意味で非常に意義深い、まさに情報流通促進賞の対象にふさわしいものとして表彰する。2016年6月10日、和泉和夫情報流通促進基金代表理事、桂圭一、海渡雄一。おめでとうございます。それではキムさんから受賞のお言葉をいただきたいと思います。お願いいたします。キムと申します。今日どうもありがとうございます。先ほどまではですね、こちらに座っていて、奨励賞まで終わった時点で今日は大賞なしで終わってしまうんじゃないかなと思いながらドキドキしててですね、その後実は違う意味でドキドキしてたんですけども、少し、我々、こう映画をやってる人間にとってなかなかやっぱり途中から映画の10分を見てもらうっていうのは非常に、なんかこう体を刻まれてるような気分で、非常にそこはしんどいなっていう感じがしました。ぜひ皆さんここにいらっしゃったことは何かのご縁ですので、劇場で、最初から最後まで、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。ずっと表彰式も見ていてですね、そういう意味では、いわゆるジャーナリストの方やいろんな方がですね、新聞記者の方たちが表彰されている中で、どうして、僕たちはある意味ジャーナリストでもないですし、運動家でもなく、どちらかというと一回の映像職人でありたいっていうふうに思ってずっと映画を作ってきました。それがこういう賞をいただけるっていうことに一つは嬉しい気持ちと戸惑いっていうのも少しありました。でも自分で今日ずっとどうしてなんだろうなって、何が良かされたんだろうなっていうふうにいろいろ考えてたんですけども、そういう意味では前作狭山事件の石川和夫さんと連れ合いの幸子さんを描いた狭山見えない手錠を外すまでっていうのがあるんですけども、これは僕たちは2人のラブストーリーを作ろうというふうに思って映画を作りました。何を感じたかというと、もちろん冤罪、狭山事件の場合はもう53年になります。その中をですね、もちろん事件の不当性、石川和夫さんが犯人にでっち上げられていくということの本当に問題点はたくさんあるんですけども、その中には今日いろいろ語られたメディアの問題、資本の問題、様々にあるというのは取材を通してつくづく感じました。でもしかし、やっぱり僕が一番、確かに感じたことは、石川和夫さんと幸子さんが、そんな過酷な状況にもかかわらず、なぜかこう幸せそうに見える時があるっていう、そういう2人の生き方を見た時に、幸せって何だろうか、生きるって何だろうかっていうことをすごく考えさせられました。同じように、
袴田秀子さんとその中で、出会いました。僕は何も冤罪監督専門の監督ではないんですけども、やっぱりご縁があって、袴田秀子さんにお会いした時に、初めて挨拶させていただいた時に、なんともう言えない、弾けるばかりの、なんかこう人に何かを与えるような笑顔をすごく感じたんですね。で、彼女の生き方を見ているとまさに、とても考えられない、弟が殺人犯として、ずっと48年獄中に捕まれている、なのに一言も恨みつらみは言わず、堂々と、自立して、一人ではもちろんいろんな人に支えられてですけども、金田さんを支え続けてきた、その姿を、見た時にですね、すごく、最近涙腺が弱いんで、すごくやっぱり僕自身感激したといいますか、だからもちろん事件のこと、いろんなことが腹立ちたしい思いっていうのはたくさん取材の中で感じましたけども、それよりもその中をこんなにも、凛と生きれる人がいるんだ、そのことをなんとか映画という手法の中で、伝えることができればなっていう、そんな思いで、映画を作りました。最初のうち、今ね、最後の方では岩尾さんはとても、笑顔も見せていますけども、半年間全く48年、獄中から出てきたにもかかわらず、ほとんど無表情と言っても、よかったと思います。僕らも取材をしながら、一体いつ笑顔が見れるんだろうっていう重苦しい中で取材を続けてきました。でも袴田洋さんにもいろんなことを教えられました。少しずついろんな人と触れながら、我々がいつも当たり前と思っているような甘いもの、おいしいものを食べて、布団の上で寝て、ゆっくりお風呂に入って、本当に安心して歌うためができる、そんなことを日々、我々の取材の中で、少しずつ日常を取り戻していく中で、人ってこんなにも、ある意味、岩尾さんがの命っていうのが再生されていくような瞬間に僕らは立ち会えたんだなっていうふうに、そんなふうに思いました。そういう意味では、おっしゃって評価されたように、声高にですね、事件の不当性を訴えるという手法は取りませんでした。でも僕らは僕らで最大限、怒りを持って、愛を持って、スクリーンの中で、袴田さん、秀子さんの、本当に生き様のようなものをですね、丁寧に、どうやったら伝わろうかなっていうふうに思って、映画として作り上げました。それがこういう形で、一つ光が当たるっていうのは非常に、喜ばしいなっていうふうに思っています。いまだに、そういう意味では袴田さんはまだ死刑囚のままです。本当に、信じられないんですけども、今の、司法の制度の中でまた死刑台に岩さんを戻そうとしている、そんな動きがあります。何としてもあまり、僕自身、映画を作る人間なんでそんなことは言ってこなかったんですけど、やっぱり石川さん、袴田さん、一日でも早く自由を手にしてほしいなというふうに思います。そのためには本当に微力ですけども、僕たちのできること、映画を作ったんで映画を見てもらいたい、そういう思いでいっぱいです。
でそれがでも残念ながらですね、なかなか情報がうまくですね促進されていないというか、というのが現状です。ただドキュメンタリーっていうのは本当に可能性があって、何にも縛られていません。先ほど、いろんなメディアがジムさんの話の中から縛られた仕組みの中でやっているっていうことがあります。なんかちょっとは縛ってもらっていろいろ恩恵を受けていないと思ったりもしますけども、そういう中で本当に、そういう意味では僕一人ではなくて、ここのさっき賞金持ってきましたけどもプロデューサーはじめですね、数々のスタッフと一緒に、考えてどうやったら確かな、ある意味いろんな情報がある中、僕たちが確実に掴み取った情報っていうのは秀子さんの素敵さだったり岩尾さんの命が再生していく姿だったんですね。それを、みんなの力で、やりていったということはとても喜ばしいなというふうに思っています。ぜひ皆さん、今日もですね、まあ厚木の映画館でやってるとかですね、あとまた少ない人数からでも実施上映みたいな形もできますので、ぜひ見ていただけると嬉しいなというふうに思います。今日は本当にどうもありがとうございました。キムさんありがとうございました。皆様改めて、キムさんと陣内さんに大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。ここで、事務局より皆様にご案内がございます。どうもこんにちは、ひずみかずお情報流通促進基金の事務局長を務めさせていただいております弁護士の小竹と申します。私はひずみかずお の同じ事務所で働いていました後輩弁護士にあたります。うちの事務所は17、18人くらい弁護士がいまして、ひずみが癌に倒れてですね、闘病生活を送っていた頃のことなんですけれども、癌だということが分かってからちょうど1年後に亡くなっています。で、その半年目ぐらいの頃ですね、2011年の12月30日のことでしたけれども、弁護士の、ね、情報流通っていうんですかね、交流のための、ね、メーリングリストがあるんですね。そのメーリングリストにひずみが一通メールを送ってきました。でそのメールは、がんが痛くて眠れない夜に童話を書いてみました。結構いい感じだと思うんですけれども、出版できないかというような内容でした。でそのメールに添付されていたのが、今私が手に持っていますこの絵本の元になった大きな木の葉の大きな目というタイトルのお話でした。で泉はですね、それを子どもたちに読んでもらいたいと、そのためにこれを出版できないかということを望んでいたんだけれども、なかなかですね、どこの出版社に持ち込んでも断られるといいますか、ちょっとこのままでは弁護士さんがさらっと書いたものを童話に絵本にできるわけではないんですよっていうふうに断られ続けました。で結局生前には実現できなかったんですが、亡くなった後にやっぱりこれを出版させたいねっていう話がありまして、いろんなところとご相談をしてアドバイスをいただいたり、リライトをしていただく方をご紹介いただいたりしまして、結局その子どもの未来者さんという出版社がお引き受けくださいまして、リライトをしてくださった一色先生の協力、それから絵を描いてくださった一井美香さんという有名な絵描きさんのご協力もいただきまして、このウホウホ危ない、ウホウホ逃げろという本ができました。で、ひずみが描いたそのままの話ではありませんが、ひずみの精神を受け継いで作っていただいた本です。でテーマはやはりですね、ひずみが実現したかった情報流通をされた社会、民主主義が実現された社会を作るにはどうしていったらいいのかということがテーマになって、大人が読んでもいいような絵本になっていると思いますので、ぜひ一家に一冊ですね、あるいはお子さん、あるいはお孫さんがいらっしゃる方はプレゼントしていただきたいなと思っています。